もっと勉強しておけばよかった。もっと勉強しておけばよかった。次の駅はウンバイか？次の駅はウンバイか？クリスはたくさんの心を壊した。クリスはたくさんの心を壊した。この書類を手伝ってくれますか？この書類を手伝ってくれますか？ご両親と一緒に住んでいますか？ご両親と一緒に住んでいますか？ここには鈴木が三代ある。ここには鈴木が三代ある。私はまだ長く働けます。私はまだ長く働けます。暇な時は何をしているの？暇な時は何をしているの？この便は搭乗を始めたのか？この便は搭乗を始めたのか？最近マイクから連絡がなくて。最近マイクから連絡がなくて。転職するしか道はありません。転職するしか道はありません。いや、いつもの時間に帰宅する。いや、いつもの時間に帰宅する。あなたはどの部署に勤めていますか？あなたはどの部署に勤めていますか？見た目はこっちの方が好きです。見た目はこっちの方が好きです。窓を開けても大丈夫ですか？窓を開けても大丈夫ですか？ママが赤ちゃんの写真を見せてくれた。ママが赤ちゃんの写真を見せてくれた。セーターを裏返しに着てるんだぞ。セーターを裏返しに着てるんだぞ。契約書を別途お送りしております。契約書を別途お送りしております。今のところお便りは届いていません。今のところお便りは届いていません。友人の結婚式の日取りさえあれば。友人の結婚式の日取りさえあれば。彼女はいつも私と喧嘩をしている。彼女はいつも私と喧嘩をしている。彼が言ったことは何でも信じるだろう。彼が言ったことは何でも信じるだろう。次の北京行きのバスはいつですか？次の北京行きのバスはいつですか？北
重品を預かってくれないか？貴重品を預かってくれないか？彼はタスクを完了しました。彼はタスクを完了しました。たっぷりの睡眠は健康的です。たっぷりの睡眠は健康的です。彼らの興味は人の話を聞くこと。彼らの興味は人の話を聞くこと。彼は大きな責任を背負っている。彼は大きな責任を背負っている。それに直面してみましょう。それに直面してみましょう。私の犬は歌うことができます。私の犬は歌うことができます。他に何か必要なものはありますか？他に何か必要なものはありますか？あなたは私をからかっている。あなたは私をからかっている。私は本当に落ち込んでいる。私は本当に落ち込んでいる。私はそれができると信じています。私はそれができると信じています。彼は何の役にも立たない。彼は何の役にも立たない。ちょっと熱を出してしまいました。ちょっと熱を出してしまいました。営業マンとしては優秀なのでしょうか？営業マンとしては優秀なのでしょうか？論文の締め切りはいつですか？論文の締め切りはいつですか？なぜそんなことをしているのですか？なぜそんなことをしているのですか？メールを使うのを手伝ってくれる？メールを使うのを手伝ってくれる？来週には帰ってくるそうです。来週には帰ってくるそうです。何もかもうまくいってるのか？何もかもうまくいってるのか？正直が一番のポリシーだ。正直が一番のポリシーだ。彼女に伝えるのを覚えていますか？彼女に伝えるのを覚えていますか？トイレはどうやって行けばいいの？トイレはどうやって行けばいいの？私は Facebook 社で働いています。私は Facebook 社で働いています。
耳が聞こえなくて困っています。耳が聞こえなくて困っています。それがパソコンの使い方だ。それがパソコンの使い方だ。今日はカレーを食べに行きます。今日はカレーを食べに行きます。そこに車を止めてもいいのか？そこに車を止めてもいいのか？体調が悪くなったのでやめました。体調が悪くなったのでやめました。夕食後に手伝ってあげるよ。夕食後に手伝ってあげるよ。こちらでのお食事はご遠慮ください。こちらでのお食事はご遠慮ください。彼女はお金のためだけに結婚した。彼女はお金のためだけに結婚した。急がないと学校に遅刻しますよ。急がないと学校に遅刻しますよ。いつからその仕事をしているの？いつからその仕事をしているの？ご婚約おめでとうございます。ご婚約おめでとうございます。早速行って確認してきます。早速行って確認してきます。ご検討いただければ幸いです。ご検討いただければ幸いです。放課後も友達と走り続けました。放課後も友達と走り続けました。試合のある時点で足首を捻挫した。試合のある時点で足首を捻挫した。体操を何時間でも見ていられました。体操を何時間でも見ていられました。イエスかもしれないし、ノーかもしれない。イエスかもしれないし、ノーかもしれない。テーブルのセッティングを手伝ってくれないか？テーブルのセッティングを手伝ってくれないか？それはあまりにも遠くに行っている。それはあまりにも遠くに行っている。文句を言わず、言われた通りにしましょう。文句を言わず、言われた通りにしましょう。まるで自分が悪いことをしたかのように。まるで自分が悪いことをしたかのように。遠くからの方が良い関係もあります。遠くからの方が良い関係もあります。この度はご出産おめでとうございます。この度はご出産おめでとうございます。
マックはクリエイティブな人向けじゃないの？マックはクリエイティブな人向けじゃないの？アメリカにはどのくらい滞在されますか？アメリカにはどのくらい滞在されますか？携帯を使ってもいいですか？携帯を使ってもいいですか？スキーを始めてどのくらいですか？スキーを始めてどのくらいですか？そんなことはしたことがありません。そんなことはしたことがありません。私の話を聞いているのか？私の話を聞いているのか？あなたの前にはホロスコープがありますか？あなたの前にはホロスコープがありますか？タクシーで行くことをおすすめします。タクシーで行くことをおすすめします。いや、全然そんなことはない。いや、全然そんなことはない。今週の土曜日は空いていますか？今週の土曜日は空いていますか？ろうそくを灯してテレビを見よう。ろうそくを灯してテレビを見よう。私たちの子供たちはドイツにいます。私たちの子供たちはドイツにいます。彼はまだ46歳です。彼はまだ46歳です。私は鈍い痛みを持っています。私は鈍い痛みを持っています。私にはギリシャ語にしか見えない。私にはギリシャ語にしか見えない。私の唯一の選択なの。私の唯一の選択なの。頼んでおけばよかったと思います。頼んでおけばよかったと思います。トイレをお借りしてもいいですか？トイレをお借りしてもいいですか？テストの点数が低かった。テストの点数が低かった。何がそんなに時間がかかるの？何がそんなに時間がかかるの？私は気楽な人間です。私は気楽な人間です。マイクはどのくらい遊んでるの？マイクはどのくらい遊んでるの？一つの考えに固執している。一つの考えに固執している。
こんなに嬉しかったことはありません。こんなに嬉しかったことはありません。何か追加することはありますか？何か追加することはありますか？ウィンドウショッピングに行きましょうか？ウィンドウショッピングに行きましょうか？億万長者になった気分だ。億万長者になった気分だ。最近物忘れが激しいので。最近物忘れが激しいので。この包丁はよく切れるよね。この包丁はよく切れるよね。結果を良くしようとするの早めましょう。結果を良くしようとするの早めましょう。何時にトゥールーズに到着するのか？何時にトゥールーズに到着するのか？彼は乗ったが、今はデスクにいない。彼は乗ったが、今はデスクにいない。ノートパソコンですべての番組を見る。ノートパソコンですべての番組を見る。テレビにはメリットとデメリットがあります。テレビにはメリットとデメリットがあります。今の私にはあまりお金がありません。今の私にはあまりお金がありません。やりたいことがたくさんあるんです。やりたいことがたくさんあるんです。可能性があることは認めざるを得ません。可能性があることは認めざるを得ません。ジェーンは私のことを好きになった。ジェーンは私のことを好きになった。おじいちゃんがいなくなるのは寂しいですね。おじいちゃんがいなくなるのは寂しいですね。今日の天気予報はご覧になりましたか？今日の天気予報はご覧になりましたか？彼は私の叔父に100ドル借りている。彼は私の叔父に100ドル借りている。彼は自分から会いに来てくれました。彼は自分から会いに来てくれました。ストレートにするか、巻き髪にするか？ストレートにするか、巻き髪にするか？妻への記念日プレゼントを探しています。妻への記念日プレゼントを探しています。以前に故障したことはありませんか？以前に故障したことはありませんか？足首を捻挫してしまいました。足首を捻挫してしまいました。
彼女は完全に疲れていた。彼女は完全に疲れていた。列車は時間通りに到着しました。列車は時間通りに到着しました。あなたはここにいてもいなくてもいい。あなたはここにいてもいなくてもいい。彼は怒っているときはひどい人です。彼は怒っているときはひどい人です。ジョンはめったに友達と集まらない。ジョンはめったに友達と集まらない。本を友達に例える人もいます。本を友達に例える人もいます。鍵をかけたかどうかはわかりません。鍵をかけたかどうかはわかりません。父は家でチケットを探しています。父は家でチケットを探しています。いいえ、あなたは行くことはできません。いいえ、あなたは行くことはできません。私にもわからないことがある。私にもわからないことがある。彼はノンストップでタバコを吸う。彼はノンストップでタバコを吸う。私を頼りにしてください。私を頼りにしてください。いいえ、つまらないと聞いています。いいえ、つまらないと聞いています。ここに車を止めてもいいですか？ここに車を止めてもいいですか？いや、彼は私に厳しいんだよ。いや、彼は私に厳しいんだよ。彼は心が汚い男だ。彼は心が汚い男だ。コーヒーより紅茶の方が好きです。コーヒーより紅茶の方が好きです。そうですね、オールオアナッシングですね。そうですね、オールオアナッシングですね。町の地図を無料でくれませんか？町の地図を無料でくれませんか？家から電話がかかってきています。家から電話がかかってきています。コンピューターは効率がいい。コンピューターは効率がいい。明日は7時に起こしてください。明日は7時に起こしてください。今日は本当に幸せそうだな。今日は本当に幸せそうだな。
今夜は遅くまで働いてるの？今夜は遅くまで働いてるの？彼女に言い寄ろうとしているのですが。彼女に言い寄ろうとしているのですが。犬に食べ物をあげてください。犬に食べ物をあげてください。放課後はサッカーをしていました。放課後はサッカーをしていました。夕食を食べに行きたいですか？夕食を食べに行きたいですか？ご自脱字してしまってごめんなさい。ご自脱字してしまってごめんなさい。今まで食べた中で一番ふみ。今まで食べた中で一番ふみ。でも今はテレビを見ています。でも今はテレビを見ています。少し考える時間が必要だ。少し考える時間が必要だ。このコピー機は機能していない。このコピー機は機能していない。誰と話しているかわかっていますか？誰と話しているかわかっていますか？すぐに彼と話す必要がある。すぐに彼と話す必要がある。いいレストランを紹介してくれないか？いいレストランを紹介してくれないか？質問に答える時間はありますか？質問に答える時間はありますか？結婚式に来れなくてごめんなさい。結婚式に来れなくてごめんなさい。すみません、人違いでした。すみません、人違いでした。どれもこれも美味しそうですよね。どれもこれも美味しそうですよね。お仕事のご案内をさせていただきます。お仕事のご案内をさせていただきます。100ドル紙幣を変えてみようかな。100ドル紙幣を変えてみようかな。ご連絡をお待ちしております。ご連絡をお待ちしております。そんなことをしたのは軽率でした。そんなことをしたのは軽率でした。ジョーはいつもスーと議論を始めている。ジョーはいつもスーと議論を始めている。彼の能力を甘く見てはいけません。彼の能力を甘く見てはいけません。
こんなにいいことはありません。間違いです。こんなにいいことはありません。間違いです。実はカンフーの緑体を持っているんだ。実はカンフーの緑体を持っているんだ。普段はネットで映画を見ているだけです。普段はネットで映画を見ているだけです。弟と妹をよろしくお願いします。弟と妹をよろしくお願いします。今はこの仕事を辞められない。今はこの仕事を辞められない。仕事のことで質問してもいいですか？仕事のことで質問してもいいですか？このあたりにドラッグストアはありますか？このあたりにドラッグストアはありますか？話を聞けば聞くほど嫌悪感が募る。話を聞けば聞くほど嫌悪感が募る。思い出せるかどうか見てみよう。思い出せるかどうか見てみよう。朝食は何時から食べれますか？朝食は何時から食べれますか？モーニングコールをお願いします。モーニングコールをお願いします。彼はあなたの古い友人ですか？彼はあなたの古い友人ですか？日本語で日常会話を知っている。日本語で日常会話を知っている。彼は少しも疲れていませんでした。彼は少しも疲れていませんでした。彼らは彼を高く評価した。彼らは彼を高く評価した。突き刺すような痛みがあります。突き刺すような痛みがあります。輝くものはすべて金ではない。輝くものはすべて金ではない。この仕事自体は非常に簡単だ。この仕事自体は非常に簡単だ。ウォルトは蒸気機関を発明しました。ウォルトは蒸気機関を発明しました。彼女の家族はみんな音楽好き。彼女の家族はみんな音楽好き。最初にピザを食べるのはどうですか？最初にピザを食べるのはどうですか？時間はお金よりも価値があります。時間はお金よりも価値があります。彼女はますます美しくなった。彼女はますます美しくなった。
それはまるで出口がないかのようだった。それはまるで出口がないかのようだった。ジャックはクラスで一番強い子です。ジャックはクラスで一番強い子です。機械が正常に作動しません。機械が正常に作動しません。フリースタイルと平泳ぎが得意です。フリースタイルと平泳ぎが得意です。新しいディスコに行きたいと思う？新しいディスコに行きたいと思う？誕生日を祝ってのパーティーでしかない。誕生日を祝ってのパーティーでしかない。私の祖父は昔、上で死んだ。私の祖父は昔、上で死んだ。手を洗える場所を教えてくれませんか？手を洗える場所を教えてくれませんか？彼の以前の試みは失敗していた。彼の以前の試みは失敗していた。私は宝くじを獲得しました。私は宝くじを獲得しました。彼は嘘をついていると思います。彼は嘘をついていると思います。自分を尊重してください。自分を尊重してください。私には関係ないことだけど、私には関係ないことだけど、私と一緒に夕食を食べませんか？私と一緒に夕食を食べませんか？今日のあなたは自分を見失っている。今日のあなたは自分を見失っている。おじいちゃんがいなくて寂しいです。おじいちゃんがいなくて寂しいです。